はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。あれです、トゥームレーダー2ですね。続きでやっていきます。よろしくお願いします。よし、じゃあ続きから、まあ、下にルートがあると思うので、まあ、ちょっと見る感じでいいですかね。あー、暗い。うん、なんだ、ちょっとあれだな、トーチだ。うん、ふん、トーチと、あとここになぜかシークレットと、結構近い場所にあるのが気になる。必要ないものなのかな。必要ないものはないだろうけど、まあ、一旦呼吸を整えて行きたい。よし。んー、でもあれだね、見た感じ、そのなんかレバーらしきものが見えないのが気になるかな。てっきりあの金網のところが開くのかなと思ったんだけど、どうやらそういうわけじゃないみたいなんで、もしかしたらまたこっち、まあ、戻ってこれるような設定になってるんで、使ってる。また先に、先っていうか、まあ、元の場所に戻っていくタイプのルートなのかなと思うんだが、どうなんですかね。ちなみにコメントありがとうございます。ここね、飛び方すごいいろいろあったみたいなんですけど、まあちょっと慣れたやり方でやらせていただきました。ね、横飛びとか、まあ普通にね、歩きながらとかジャンプとか組み合わせればシンプルに、もっとシンプルにいけたみたいなんですけど、ちょっと俺はダメでした。怖くて。で、ここちょっと思い出したのが、まあ、ここの坂崩れないんですよ。崩れない、あ、滑らないんですよ。ということは、シャンデリアにね、登れるんですね。あれ？これ、カニ歩きのボタンでさ、歩けるんだけど。じゃあ、全部、R2 でいいか。そう、これ謎のね、登れる判定があるという不具合。おっと、危ない。落下しは嫌ですね。他にもコメントありがとうございます。あるブロック、ね、前回かな動画ですごい位置に悩んでましたけど、あの 初見のプレイの時も随分悩んでたみたいですね。で、そこが開くと、そこは多分こっち、あー怖い、これが怖い、怖いんですね。まあ、こっちからの煙突ですかね。落ちてもいいのかな、ここ。あー、はしごがないからダメか。あれ、これ帰れんのかな。あ、普通にこっちからでも帰れるのか。じゃあ、あれね、さっきシークレットがあったのもうなずけますね。全く必要がない場所だったのかな。戻る必要がなかったってことなのかな。なかなか憎いゲームだ、ひどいゲームだ。歩いて。あー、でもカニ歩きしちゃうのか。ん？なんか不可解な動きをするな。やっぱり、歩くボタンは歩くボタンでちゃんと、設定っていうか、歩けるボタンは歩けるボタンで、1、2、やった方がいいかな。ちょっと怖えな。不必要な落下死はいらないんです。1、2。ほい、じゃあレバーを、よし。
絵画か。あ、敵出ないかな。敵が簡単に出るゲームだからな。敵が簡単に出て、いとも簡単にね、えげつない行為が行われるから、ララさんに一致、ララさんに対してのえげつない行為許せる。そこにはどうやって行くんだ。もうちょっと一致先かな。これやだな、高いところってやっぱ怖いよね。ある、ちょっと昔、ちょっと前に、あの、なんだっけ、ジェットコースターにね、乗れて、高所恐怖症のトラウマを、あ、はい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 。ありがとうございます。まだいるか。ん？はいはいはい。高所恐怖症は、治ったかに、見えたんですけど、ジェットコースターは乗れるようになったんだけど、俺高いところがなんか余計に苦手になっちゃったみたいで、これ前ちょっと話したかもしんないんだけど、今まで2階とか3階吹き抜けとかある場所、特になんとも思わなかったんだけど、なんかすごい怖くなっちゃって、乗れない？これ、あ、乗れるか。怖くなっちゃって、余計高所恐怖症は進行しちゃったんだよね。困ったものです。他にもコメントね、ありがとうございます。火のトラップ。そう、怖いよね。ここはさ、お水があったから、まだ良かったけど、はぁ、怖い。基本的に、基本的に、大丈夫か？よし。なんだ？大丈夫か？怖いな。基本的に、なんだっけ？基本的に、敵は？おお、なんか出た。おお、危ない。ああ、怖い。これ人間がさ、登って、はい、うん。登ってくるのとかちょっと、行かれてますよね。基本的に行かれてるよね、このゲームは。よし、このレバーと、ちょっと本格的すぎるよな。で、おそらく、シャンデリア、そうだね、シャンデリアが落ちたんで、どうしようかな、こっち、多分飛ぶと頭ぶつける可能性が高いんで、安全に、そう、影があれば、基本的に落ちないはずなので、安全に行こう。命は投げ捨てるものではないと。で、あとはなんだ？あ、マグナムね。今の人もさ、まあこんだけ至近距離で撃ったけど、実は、ララさん、結構なね、数外してるんじゃないかと。実際に弾当たってるのは1、2発。で、残りの4発は実はかすり傷程度のね、かすってるだけっていうね、設定で、考えていかないと、まあ、お互いね、ダメージの辻褄は合わないわけだ。まあ自由だけどね、そんなことは。さて、どうしましょうかね。ここで、どうするべきかな？飛ぶとぶつかるよね。となると、考えられるのは、向こうに、飛び移るか。ランニングでもいけるか、まあ、もしくは無理をせず、HP がもう最大近いんで、ここから降りても良さそうかな。どっちがいいかな。もう死ねないからな。あともう一つ選択肢としては、まあ、来た場所から戻るか。それも怖えな。どれが正解なんだろう。わかんねえな。何分？ 10分くらいかな。死にたくないんだよな。
ちなみにね、今回からの原点回帰ということで、昔いただいてたコメントをね、ノートに書き記すように、書き残すようにしてたんですけど、それをね、もう一度やり直しまして、そうすればコメントをね、よし、まあ安牌でいいでしょ。まあコメントを、まあ、漏らすことなく、まあ、単語だけね、キーワードだけ書いてるだけなんだけど、まあ漏らすことなく、余すことなく読んでいけるかなと。1,2 お思った、よし思ったんで、いけ、よし。これ何の鍵ですか、ちなみに。拾って、拾いなさいよ。お拾っていかない。この女動かない。うん。あ、敵？大丈夫？大丈夫か。アイテムの確認。図書館の鍵。わからん。どっか、あ、ここか。ここ。ん？どうやって戻ればいいんだ、俺。鍵かかってる部屋確かにあったけど、そこでこれですよ。そこでこれですか。なるほど。じゃあ戻りましょう。どう戻ればいいんだ？あそこの上に行けるのか、俺は。1,2 あれ？行けないんですけど。あれ？ん？またあのレバーをいじっくり倒すとかではなさそう。あ、また順々にシャンデリア上がっていけばいいのか。憎いね。でもなんかこう見るとやっぱトゥームレイダー2が一番、なんだろう、謎解きとアクションを融合させた全く新しい謎解き人殺しゲームなんじゃないかと思うんですけど。え、上がっていってどうすんの、これ。ここから行くのかな。そんな感じかな。1,2よし、オッケー。いい感じっすよ。いやー、セーブが全く意味をなさないのが辛い。例えばね、ここから、まあ落ちるじゃないですか。お水が多分張ってあると思うんだけど、いきなりね、扉を閉められるとか、鬼畜生のゲームかもしれないからな。よし。そんなことはなかった。ゆっくり行こうぜ。ここで急にワニが出てくるとかね。恥知らずなワニが出てくる。だいたいこれ何ですか、これは。あ、本か。ここにこのレバーがありますね。ということはまた戻ってくることがあるのか。あ、違うな。これ図書館の鍵がないのにここに来ちゃった時の救済措置用のものか。本がさ、遠くから見るとなんか、怖いものに見える。じゃあ図書館の鍵使わせていただくぜ。ちょ、つく。くっそ。お水の中の方が動きがいいんだよな。ララさんは水系かな？水タイプかな？水悪かな？玉持ちが心配。ゆっくり行こうか。ウージー結局どこにあるか分かんなかったね。確か、もう閉じ込めていくスタイル。ありがとうございます。二人以上はまずいかな。一人なら大丈夫。6ショットワンキル。アイテムは
回復か。敵は来ないね。うん、ゆっくりだもん。本当にゆっくり行くぞ。どうせ動画の更新もね、ゆっくりだし。じゃあレバーを。おい、おいおいよ。大丈夫か？よし。いちいち怖えからな。うわっ、うわっ、どっからどっから、やばい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 、そっから来るとは思わなかった。はぁ、あ、弾は、おっとまずい、まずいと言いながら余裕で通常の銃で応対するあるし許せる。ちょっとウジくれませんかね。ねえ、こんだけ弾ばっかりやってもしょうがないじゃん。ねえ、これグレネード弾薬だもんね。 M16 もあんのか。しょ、あー6発か。もう心もとないな。なんかしたら、なんかしでかしたら150発くらいなんねえかな。ヘッキーはもういないか。回復の値が少ない。ふぅ。今回はこんな感じでいいかな。ここは開くんじゃねえよ。大丈夫か？アイテムは特にないか。じゃあこんなものか。今回は。ここはどこ？で、あのなんかダイナマイトみたいな。あのスイッチは何？これ降りたらどうなんの？まだ降りない方がいいよね。まだもうちょっと探索できるところがあるかもしれない。あの、ウージーのさ、コメントいただいた時に隠しレバーっていうのがあったんですけど、レバーが隠されてるんですかね。そうするともう俺は、ちょっとこれ。もう参照できないっていうか、目視できないレバーっていうのがあるのかな。ネズミはもったいない。ネズミに銃はもったい、あれ？上か。ネズミに銃はもったいねえよな、ショットガンは。そろそろ蹴散ろうか。どっからだ？あ、これね。そうそうそう、登れるんだよね。思い出したよ。本棚に余裕で乗っかっていく、ララさん。さすが、おっと。で、ショットガンをすかさず、装備。これが装備時間がね、こうやって、あるのは、わりかしリアルに作ってあるなぁと、感心する。やめてくれ。こういうとこにもあるのかなぁ。おぉ、不必要な男。まあ別にここで、その曲いらないけどね、まあ、迫ってくるならそれでもいいしね。キャンパーですからね。ショットガンなんてキャンプしてる方がいいに決まってるからな。強い確信。やっぱショットガンだよな。やっぱ世の中はショットガンだよな。日本にはショットガンがなくて本当に良かったと思うよ。ここもか。じゃ、とりあえず今回はここを、この階、このエリアを探索して、終わりにしましょうか。ちょっと動画時間が、どうなっているかが、不明。ちょ、開かないし。ちょ、マジか。ここは開かないのか。かぶいてくるな。なんだこいつ、頭ぶつけるとそのままなんかその掴む状態になるんだけど、捕まり状態になる。あ、
あ、植木鉢には乗れないのか。本棚には掴むけど、植木鉢には乗らない。分かっているようだな。よし、じゃあ一旦セーブして、辛くも生き延びることができたな。いやーもう死ぬな。早く次のエリアに行かないと、またね、残機数戻らないからね。じゃあまたよろしくお願いいたします。おしゃれでございました。